Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous entrons pour une nouvelle vidéo de Genshin Impact. Il est temps de continuer l'acte 3, notre arrivée au désert de Sumeru. Bien entendu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. もう数えきれないほど次々とやってきて、いつの間にか砂嵐もやんだようですね。En plus d'être très forte pour se battre, Candace a une sacrée endurance. あ、本当にまた出てきたぞ。さあ、今度は私に任せろ。ずっと溜まってたんだ。こいつらでストレスを発散してもいいよな。私ももうずっと狩猟の獅子の武芸を見ていませんね。せっかくなのでお願いします。しっかり見てな。行くぜ。事故。ソーランド行く。諦め。失礼。それ。飲めよ。桜吹雪。Si on a d'autres, bien entendu, je ferai le nettoyage hors vidéo. S'il n'y a que ces deux-là, ça va. Bizarrement, j'ai pas l'impression qu'il y aurait que ces deux-là. Exact. の余波でしょう。しばらくはもう出てこないはずです。みんなお疲れさん。さっきの砂嵐で怪我した人はいないな。この人は。おっと、悪いな。さっきは村のお年寄りと子供たちの面倒を見ててな。お客さんたちへの挨拶に来る余裕がなかったのさ。私はアール村の村長だ。アンプおじさんと呼ばれてるよ。Désolé pour le désagrément。村長、俺ももともと砂漠出身だが、ここへはずっと戻っていなかった。その、さっきみたいな砂嵐はよくあるのか？よくあるとまではいかないが、最近はますますひどくなって、前より頻度も増えた。砂嵐以外にもたまに地震が起こることもある。こういった異常な自然現象は以前村にしばらくいた調査員によると世界樹の誇張と関係しているらしい。また世界樹の誇張が原因なのか。つまり世界樹の誇張は森に湿気を作り出すけど、それが砂漠では砂嵐とか地震って形で現れるってことか。自然界のすべては世界樹と切っても切れないつながりがある。確かに。アール村のみんなにも気をつけてもらわないとな。Ce qui m'étonne, c'est qu'on n'entend pas parler de catastrophe du même genre dans le reste du monde.Vu que l'Irmusul est littéralement au cœur de la planète. De ce que j'ai compris, en tout cas. D'accord, quand je suis arrivé, je suis arrivé, Grammapara n'a pas été un seul, mais qu'est-ce que c'est? Grammapara? Qu'est-ce que c'est? Candice, comme un gardien, est-ce que c'est différent? Tu es un curiosité.アール村の村人は教令院から追放された驚愕者を村の森人グラマパラと呼んでいるんだ。彼らの多くはアビディアの森で修行をした後、精神に異常をきたした学者たちだ。教令院は奴らの狂った言葉が他の学者の精神に影響を与えると考え砂漠に追放した。まったくふざけた話さ。Tu n'as rien parlé de ça, oui. Ah, on est en train de chercher à ce sujet. Les gens qui étaient dans le village ont
なぜかみんな次々と姿を消してしまってな。だが彼らがどんな風に去ったのか見た者は誰もいないんだ。もし何日かこの近くに留まる気なら気にかけてくれると助かる。俺は過去に奴らと接触したことがある。奴らのことについては俺が調べよう。そもそも彼らの追放命令を執行したのはマハマトラだろう。罪悪感に駆られ責任から解放された今の身分を利用して贖罪でもする気か。なかなか面白いメンタルをお持ちのようだ。皮肉を言っても無駄だ。もしお前に問題があったらどんな身分でいようと俺はお前を処断する。お前さんは元大マハマトラ様だったのか。こういう調査には慣れていそうだ。どうかよろしく頼むよ。Moi aussi, je vais aider. Moi aussi, je vais aider. C'est comme ça que je vois la phrase. それってハイパシアのことを思い出したからか。狂った学者たちは確かにかわいそうだよな。オイラだってもうこのセノってやつと一緒に行動して本当に大丈夫か。C'est une bonne occasion de l'observer.手伝いが増えるのはいいことだ。お前たちなら俺についてた部下の何人かよりいい仕事をしてくれそうだしな。まずは場所を変えて情報交換と行こう。自己追放をしたが、やっていることは昔と変わらない。本格的な調査に入る前に、何か聞きたいことはあるか。Pourquoi les chercheurs fous sont-ils appelés gardiens du village? 俺もかつての部下から聞いたんだが、この呼び方はある事件から来ているらしい。R村は昔からずっと、精神に異常をきたした学者たちを追放するために教練員が使ってきた場所なんだ。このアール村について間もない頃、教学者は相変わらず狂っていて異常なことばかり話す。だがしばらくここに留まっているとやがて落ち着くらしいんだ。当初アール村の人々は教学者の受け入れに不満を抱いていた。しかしある夜事件は起きた。その夜、アール村でいつもより激しい地震が発生した。家屋が倒壊するのを恐れ、前任の村長が皆を連れて避難しようとした時、ある教学者が隅にうずくまり、両手で大地に触れているのを見たらしい。そいつの体はほのかに淡い緑色の光を放ち、夜だったせいもあって神聖なもののように見えたという。そしてその夜はどんなに強い地震が続いても全ての家屋がまるで地面から生えているかのように一つも倒れなかった。もちろん死傷者も出なかった。その一件の後、アール村の人々は教学者によくするようになった。そして彼らをグラマパラと呼ぶようになったんだ。淡い緑の光、教学者がアール村を守った。お前はどう思う？ C'était peut-être le pouvoir de Naïda。 オイラもそう思うぞ。セノ、あの狂った学者たちはアール村でもアーカーシャ端末をつけてるのか？教練員は彼らを監視しているから理論上はつけてるはずだ。無論アーカー社本体が彼らに対して発信することはないが。やっぱりこれで辻褄があったな。学者たちが狂った状態から落ち着いたのも多分ナヒーダが慰めたんだろう。
一つの物語だけで結論を出せるとは。どうやらお前たちは俺の知らない情報をかなり持っているみたいだな。それで何が分かったんだ？Le pouvoir du chercheur provient sûrement de la Rani Kusanali. En fait, c'est la Rani Kusanali qui a sauvé le village. Le premier. Kuraksanari de Bito Itaka. Nanda yo, Shinjinai no quoi? Kito Kuraksanari de Biga, Akasha o Tsujite, Kyogaksha ni Chikara o Ataeta ni Kimateruzo. Ya.信じないというよりはお前たちの考え方を不思議に思ってな。クラクサナリデビ現総神が未だにスメールで何か行動しているのか。キョーレインは昔からすでに亡くなったマハールッカ・デヴァータの方を重視していた。奴らはクラクサナリデビには見向きもしなかったんだ。そのせいで俺の認識も影響されてるかもしれない。それに俺はクラクサナリデビの自責について全く聞いたことがない。彼女はまるで存在しない神だ。ナヒーダは存在しない神なんかじゃないぞ。あいつはなんていうかすごく優しくて頭が良くてたまに変なことを言っちゃうところもあるけどいい神なんだぞ。On a sauvé la ville de Sumeru il y a pas longtemps. Je suis très bien de la vie 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 de la。どうしてこんなことに。神はずっと俺たちのそばにいたのか。よし、これでやっと一番いい形で調査できるぜ。Exactement。でも一体何から始めればいいんだ。一人一人に聞いて回るか。お前ら俺のおじいちゃんを助けに来たのか。あ、お前は誰なんだ。その格好と鉛現地の子供だな。俺はイザークだ。お前らおじいちゃんを探しに来たんだろ。お前の祖父は驚愕者なのか。おじいちゃんをそんな風に呼ぶなよ。おじいちゃんはおじいちゃんだ。どうしてそんな名前で呼ぶんだ。悪者なんかじゃないのに。お前はここの子供だが、お前の言うおじいちゃんは現地のものではないはずだ。おじいちゃんはおじいちゃんだぞ。俺の家族だ。さっきお前らとアンポおじさんの話を聞いたんだ。なあ、俺も連れてってくれよ。一緒におじいちゃんを探しに行きたいんだ。俺も手伝うし、足は引っ張らないから。なるほど。先ほど村長の家の近くで俺たちの会話を盗み聞きしていたのはお前だったか。盗み聞きしているものに対処しようと思ったんだが、なんとなく相手に敵意がないように感じてな。すごいな、これがマハマトラの嗅覚なのか。でもセノ、相手はまだ子供なんだぞ。おじいちゃんを探したいだけみたいだし、手伝ってやろうぜ。嘘はついてない。盗み聞きしたのはおじいちゃんがどこにいるか知りたかったからだ。ごめんなさい。それでも信じられないならキャンディスお姉ちゃんに聞いてみてよ。え、どれしな。わかった。ならまずキャンディスに状況を確認しよう。
慎重なんだな。これがマハマトラか。あら、もうお戻りになったのですか。確認したいことがある。イザークという子供を知っているか。やはりあなた方のもとへ行ったのですね。え、このことを知ってたのか。頑張って隠れていましたが、窓の外で盗み聞きしていたのには気づいていましたから。あの子は本当に祖父を見つけたいと強く思っています。イザークの両親はエルマイト旅団のメンバーで、シティに行ってからというもの村へ戻っていません。ずっとあの子の祖父が世話をしてきたのです。しかし残念ながら、何年と経たずしてあの子の祖父は亡くなってしまいました。当時あの子はまだ幼く、アール村の住民が交代で世話をしてくれたので無事に育ってはくれたのですが、その後年老いた教学者がここへやってきました。イザークはその学者が祖父にとても似ていると思ったようで、よく覗きに行っていたのです。しかし彼は精神に異常をきたしており、いつもわけのわからないことばかり口にしていました。イザークも怖く思ったのか、口ではおじいちゃんと呼んでも安易に近づこうとはしませんでした。ですがある夏の夜、いつもブツブツ言って変な動きをしていたはずのおじいちゃんが急に静かになり、遠くに隠れているイザークに気づいたのです。おじいちゃんはイザークのそばに行って頭を撫でました。そしてあの子を村の入り口まで連れて行き、星を一つ一つ数え、見分ける方法を教えたのです。そう次の日の朝、目が覚めたイザークはおじいちゃんを探しに行きましたが、彼はイザークを覚えていませんでした。しかしおじいちゃんの表情は依然として落ち着いていました。そこには狂気のかけらなどみじんもなく、まるで自分の世界に浸り無憂しているかのように落ち着いていたそうです。イザークはおじいちゃんが少しでも正気を取り戻したことを心から喜び、毎日嬉しそうにつきまとうようになりました。おじい、よくわからないけどちょっと悲しいぞ。二人ともかわいそうだ。そうかもしれませんね。砂漠で生活しているものは多かれ少なかれ皆困難を抱えています。しかしそれでも我々は生き続ける。私もそのために戦い、ここを守っています。Il semble que Naïda était dans l'esprit de ce fameux grand-père, que ce soit elle qui ait apaisé les douleurs des chercheurs fous. Alors, jugé de la tête que fait Sino, il a dû y penser aussi. Tashkani. Hitobito wa ii kami ni megumarete no kamoshirenai. Nandatte? Ya, nandemonai. Izaku ga yakusoku dori ashi o hipparanai de ite kureru nara.連れて行ってもいいだろう。あなたは私が思っていたよりもずっと情のある方なのかもしれませんね。イザークの代わりにお礼を言わせてください、セノさん。全部聞いてきたぞ。一緒におじいちゃんを探しに行こう。本当？ありがとう。Je suis sûr que ton grand-père ira bien. まずは付近の現地民に事情を聞こう。Fin de l'acte 3 et je suppose donc début de l'acte 4.Exact.
Et nous allons nous laisser ici, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification, il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Et en attendant, prenez soin de vous, bye.